シングライクトーキングの佐藤筑前です。ラフォルジュルネ新潟2017、これは気軽にクラシックを楽しんでもらうというコンサートですけれども、僕も昨年ですね、新日本フィルハーモニーオーケストラ、そして、岩田努さんの指揮でアルバムを1枚作らせてもらいました。ポップスとクラシックとの融合ということで、そしてコンサートでは東京フィルハーモニー、交響楽団、そして、指揮者の大友直人さんとも共演させていただきました。まあ、クラシックという音楽は、昔は特にね、敷居が高い、なんかそういう、こう、格式ばった空気も、なきにしもあらずだったわけでございますけれども、今はもうどん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 、なんかクラシックも、ジャズも、ボサノボも、ロックも、ポップスも、いわゆる、こう、音楽として、音を楽しむという、音楽として味わえるような時代に、どんどんなっているなというふうに思います。聴き手の方たちもそうですし、同時に作り手の人たちもですね、お互いがお互いをこうレスペクトして、近づいていっている、そういう空気が、どんどん増している、素晴らしい時代に、来ているなというふうに思っております。そんな中、このラフォルジュルネのようなですね、コンサート企画っていうのはですね、とっても素敵でいいきっかけになるのではないかなと思います。その世界をより一層味わうためにも、僕はこの応援隊員として今回参加させていただきますが、まあ、ポップスの曲を取り上げつつ、クラシックとの接点が感じられるような楽曲を、ちょっとでございますが、オープニングイベントでやらせていただこうかなというふうに思います。今回はバイオリンの今野仁君、一緒にですね、共演させてもらいますので、ぜひとも遊びに来ていただきたいなというふうに思います。ということで、佐藤筑前でした。